はい、大橋でございます。大橋というのは偶然ではなくて有事の兄です。たまたま統計とか疫学っていう分野をやっておりまして、統計っていうのはデータを取って解析する学問です。疫学っていうのはあまり見慣れていらっしゃらない方も多いかもしれませんが、それを予防に生かす学問です。それで皆さんが意思決定をする、例えば病院に行こうとか検査を受けようとか薬を飲もうとか、そういう行動を起こす基本になる客観的科学的情報を我々の世界でエビデンスって呼んでるんですね。エビデンス、証拠っていう意味です。でいかに作るかって我々がやっています。それが商売なんですが、今日はそういうエビデンスをどう皆さんにお伝えするかという、そういう試みです。そしてこのエビデンスをいかに理解して日々の生活に生かしていただくかという、その試みをしようという、そういう一環なんですね、このセミナーは。でこういうエビデンスっていうのは実はなかなか理解しにくいし誤解が多いですね。例えば日本人のがん、日本人はがんで3分の1の方が亡くなっていて半分の方がかかるってよく言われますね。20年前と比べてがんは増えてるのか減ってるのか、こういう質問をしたとします。1年ほど前名古屋でこういう試みをしたときに3000人の方に伺ったら 85% の人が増えてるとおっしゃっています。本当真実はどこにあるか、実は答えはですね、どちらとも言えない、むしろ減ってるんです。がんは次にがんの原因として何が大事かと、圧倒的にタバコでありますが、こういう選択肢を並べますと化学物質感染症と、どうお答えになるかというと一般の方々は人工化学物質と答えるんですね。真実は違います、実は食事です。これは皆さんのお答えなんですよ。後で真実の数値が後で出てきます。がんが増えることが確実だと思われるのはどれかと、焼け焦げと胃がんと、なんか聞いたことありますよね。人工甘味料と膀胱がんと肥満と乳がん、これは結構皆さん答えられて、正しく答えられていて、やっぱり正解はこれなんです。他の2つは関係は今ないとされています、ないとされています。で私がやっているのは疫学ですが、別に疫者ではなくて、それから免疫学でもないんですね。この疫学的なものの考え方っていうのがあまり日本では知られていない、残念ながら日本ではメジャーな学問ではなかったんですね。残念です。これ歴史的な話で、これ言い出すとえらく時間がかかるのでやめます。明治維新以来の実は基盤というか背景がございます。日常さまざまな健康情報っていうのが山のように流れてます。こういう健康情報の氾濫の中で予防に役立つ情報をいかに集めて解析するかということを我々やっていますし、皆さん方消費者の方々、国民の方はそういう正しい情報を見分けるという、そういうなんていうかリテラシーって我々言ってるんですけどね、そういうことを持っていただけると多分医療者と皆さん方の距離はもっと縮まるんでしょうね。残念ながら保健体育とかいうところでそういう講義すればいいんですが、日本の教育はそうはなっていません。さあそれでちょっと事例を、それから最近はこの方面でよく役に立つ良いものがたくさんございますので、こんなものが参考になるでしょう。今日の資料はすべてお手元の資料に入ってございます。紙芝居みたいにどんどん出てきますが、本当要点だけ今日はお話しいたします。でちょっと実例と言いましょうか、まあ、落とし穴みたいなものですね。これ湯布岳っていう九州の有名な湯布院温泉の裏にあるというか表にある山です。昔湯布院にフグ中毒患者を 100% 治す名医がいたんですよ。これ本当なんです。ところが昔のことでして、自動車が別府から、海岸の別府から湯布院に行けるようになった途端死亡者が相次いだというわけであります。どういうことだったかというと、3里あるんですね、別府から湯布院。それで男4人がですね、トイタに乗せて患者さんを運ぶんですよ。その間に死ぬ人は全部死んでたと。で医者の元に行ったのは治る人だけだったというわけですよ。つまり患者さんを選ぶとどういういい成績でも出るということですね。つまりいい病院が死亡率が高いというのと同じなんです。こういうつまり真実をいわば曇らせるようなことが現実にはいくらでもあるということなんです。今野田内閣の支持率って十何パーセントだとか言いますね。真実はあるはずです。真実はこれ真実です。全員日本人全員を調べることはできませんよね。そこで何らかの方法を使って、サンプリングという方法を使って、まあ世論調査をして何パーセント支持しているか聞くわけですね。
これは街頭で、あるいは物をいかにも言いたそうな人を選択的に選んじゃうと、多分反対者の方が増える、支持者が増えませんよね。つまり正しい方法を使わないと正しいデータは得られないんです。しかも相当数を集めないとばらつきが大きいんですね。的を外すことを正確ではない、バイアスがあると言います。バイアスというのはズレのことです。それから精密な幅の狭いデータを取らなきゃいかん。しかもお金はあんまりかけれないと、時間もない。そういう中でいかにデータを取るかというのはワイワイの商売なんです、仕事であります。先ほどの UV の例は対象者を選ぶという問題ですね。対象者の選び方を間違えると間違った答えが出るということです。それから思い込み、先見、先入観というのも我々の判断を曇らせるバイアスの原因であります。もう一つ、放射線の問題、これから放射線の問題を議論するわけですが、あるいはがん予防を話しますけれども、この際非常に重要な問題がちょっとテクニカルタームになるんですが、行楽という厄介な問題なんです。これは非常にテクニカルなので、学術的なので例を示します。最近若い女性の飲酒が増えている。実は私の娘もここにいるんですが、お酒を飲みます。将来飲酒と肺がんの関係を調べたら関連が見られるでしょう、女性で。じゃあお酒が肺がんを引き起こすと言っていいかと、実はそうではないと。つまり我々が今給料って書きましたが、違う例を入れたものですから、肺がんとそれからお酒の関係を知りたいときに、実は第三の因子が存在するんですね。第三の因子、そいつが肺がんを引き起こして、しかもお酒を飲む人はこれも取っている可能性が高い。実はタバコですね。タバコで肺がんは増えます。4倍から5倍に増えます。それから、まあ、今は知らず昔もそうですが、タバコとお酒というのは結構近いというか、取る人は両方取る。そうするとお酒がいかにも肺がんを引き起こすように見えるというわけですね。これが行楽という問題なんです。さて、がんは増えているのか。実は増えているように聞くんですが、見えるんですが、実は行楽というのがありまして、真実のところはがんは実は増えてないです。これはがんで亡くなる人を数えてどれぐらい亡くなっているかを示したグラフです。確かに増えてますよね。ただがんというのは高齢者がかかる病気なんです。がんは高齢者がかかる。そして日本の人口構造というのはどんどんピラミッドからコマみたいになってきていて、高齢者が増えるわけですよ。そうすると高齢者と若い人の割合が同じような状態にしてあげないと、がんが増えているかどうかは分からないんですね。そういう処理をしてあげると、これも行楽なんです。実は年齢っていうのは非常に重要な行楽の因子になっていて、これですね、年齢が増えるとがんが増える。今日本は高齢化しています。調整すると実は男でも最近減りだし、女性に関してはずっと減り続けてるんです、がんの死亡率というのは。これが実態なんです。がんは実はどちらとも言えないのです。そして劇的に減ってるのは男も女も胃がんであります。そして乳がんは増えています。男性は前立腺がどんどん増えています。どうしてなんでしょうかと。胃がん、それから乳がん、それから大腸がん等々、実は大きな原因は食事であります。実はハーバード大学が調査をしてあげた数値で、がんの原因の多くは喫煙が 30%、 食事 30% って言ってるんですね。これは他の研究者も同じようなことを言っています。胃がんが劇的に減ったのはなぜでしょうかと。胃がんを減らした要因は実は冷蔵庫であります。冷蔵庫で胃がんは減ってきたんです。なぜかというと、新鮮な野菜と果物を食べるようになってきたからなんですね。理屈はちょっと難しいんですが、それから塩気の強い食べ物を食べなくなってきたわけですよ。塩漬けのお魚とか非常に辛い漬物ですね。これが胃がんを減らしてきたんですね。というように生活習慣が実はがんの発症ということを大きく左右するのです。さあ、それで真実は知るには、実はお金と手間はかかるんですけれども、より厳密な手の込んだ方法を使って正しく研究調査しないとわからないんですね。実は放射線の問題も実にそうで、過去の現在我々が基準にしているデータもそのようにして生まれてきたものなんです。放射線に関して最も信頼性の高いデータは実は広島長崎の被爆者を追っかけて得られた疫学データなんですね。今のところそれがしかないんですよ。それをもとに我々は議論している。だから情報は十分ではないので、どうしても不確実な要素が多いんです。それで、ちょっと専門的な用語なんですが、住民をずっと追っかける研究をコホート研究と言います。
住民をずっと追っかけてどういう原因でがんになるのだろうかということを探る研究ですね。それで実は日本ではこのようなコホート研究というのは十分には行われていないんです。なかなかこういうところに政府はお金を出してこなかったのであります。ただこの15年20年ぐらい前から厚生労働省が10万人ぐらいのコホートを作ってがんセンターですが追っかけてきました。その結果は厚生労働省のあるいはがんセンターのホームページに載っております。さて分かってきたことはやっぱり塩辛いものを食べる人はこれはですね、あの塩辛とかウニとかですね、塩漬けのお魚を食べてない人から食べてる人に4つに分けています。これは男と女なんですが、がんが一番低いところを1とすると何倍になるかってことです。がん発生がそうすると塩気の特に男性ですが、やっぱり塩辛とかウニ食べてる人はがんになりやすいんですね。2倍であります。2倍。先ほどの冷蔵庫の話です。女性に関しては実は乳がんに関して面白いことが分かっていて、どうも大豆に入っているイソフラボンという成分が女性ホルモン的な働きをして乳がんを減らすということが分かってきています。たくさん味噌汁を飲んだりとかそれから大豆を取っている人は乳がんにかかる可能性が少ない、こういうことも分かってきています。ですから食生活の変化でがんが大きく変わるということは起こりうることなんですね。戦後大きく日本人の食生活が変わっています。それががんのパターンを書いているということは大いにありうることであります。そして新聞などに出る記事をどういうふうにその新がん正しいか間違っているかを識別するかということです。人の研究でない、最近モーリング地とかいう人があって我々も大変迷惑しておりますけれども、新聞に載っていることを全て正しいわけではないわけですね。人を対象とした研究でないと役には立ちません。それから学会発表っていうのだけでは信じてはいけない。ちゃんと専門家が評価した論文でなければ信じてはいけないし、どうしてもこういう疫学的な研究っていうのはコントロールできないさまざまな要素があるので、一つの研究だけから信じるというのでは十分ではないというのが我々が判断するときに注意すべきことです。ただし世界中の研究、疫学研究でだんだん分かっていくつかのことが分かってきています。まず現在生活習慣とがん予防に関してコンセンサスとして得られることはここに書いてあるようなことです。確実にがんが下がる、結腸がん、大腸がんの一部ことですけども、身体活動、やっぱり動かないとですね、大腸がんになりやすいですよ。それから野菜、果物、身体活動はこういうがんを減らす可能性が高い。残念ながらこれをやればがんが減りますよっていうものはあんまりないんですよ。逆にこれをやると増えますよっていうのは山のようにあるんですね。山のようにあります。喫煙、喫煙で実は膀胱がんとか白血病も増えるんです。他人のタバコで肺がんになる可能性は2倍です。他人のタバコで肺がんは2倍です。それから最近は肥満の問題が大きくなっています。いろんながんが増えてきます。それから飲酒、食道がん、それからタバコ、食道がん、これがダブルになると5倍、10倍になります。サザンオールスターズの桑田さんというのはまさにそうで、タバコで飲酒、食道がんということになるわけです。ヒゲの殿下って方もそうだったであります。それから熱い飲食物を過度にとると口腔、ここのがんになるんですね。奈良県で口腔がん、ここの喉のがんが多いんです。茶がゆのせいだと言われています。茶がゆですね。さて実は日本にも着実に来ている恐ろしい疫病があります。これは肥満なんです。 BMI という指標があります。 BMI ちょっと難しい、ボディーマスインデックス。式は体重を身長の事情で割ります。計算してみます。男性170センチだと30というと相当肥満で87キロ、ここにはそんなにいらっしゃらないですね。女性155センチだと72キロ、相当でしょちょっと心配な人がそこにいるみたいな。さてとアメリカ大変なことになってましてね、1990年からこの30以上の人がどれぐらいいるかって真っ赤なとこ、これ 30% 以上、住民の 30% 以上が BMI 30以上なんです。周りが全部肥満、恐ろしいことです。これが今アメリカで最大の健康問題になっている。何が問題か、心臓病、脳卒中、がんです。がんなんです。この前がんにアメリカの学会行きましたらこんな漫画が出てました。ダビデ像、マックダビデって書いてあるさてじゃあエビデンスに裏付けられたがんの予防法ってのは一体どんなものがあるんだろうか、後で見てください。喫煙、タバコは吸わない、お酒は節度を持って飲むと、これなかなか難しい。食事はバランスよく、
身体活動、これが最近言われるようになってきましたね。太りすぎても痩せすぎてもいけないということ、焼け焦げは関係ありません。あれは数キロ焼け焦げ食べないとがんのリスクは増えないと思われます。子宮頸がんに関してはワクチンが我が国も導入されたので、ワクチンが導入されかつ検診が適切になされると子宮頸がんは劇的に減るだろうというふうに思われます。さてそれじゃあ検診、もう一つ予防のためには検診が重要です、がんの場合は。それじゃあエビデンスに裏付けられないような予防、例えば検診法ってあるのか、検診ってあるのか。実はあるんですね。実は数年前にこんな問題が提起されました。余命1ヶ月の花嫁事件です。長島さんとおっしゃったですかね、がんで亡くなった不幸なことです。でこの長島さんの不幸を避けるために若い女性がもっと検診を受けましょうっていう大キャンペーンが TBS というところが主催してやったんですね。さてそれに対してここに細かくは書いてありますので反旗というか反論を出てまいりました。上野先生というアメリカのがんの専門家です。実はここにいる皆さん、実はキャンサーネットの方々、私も含めてこの反対論を張りました。意味がない、実は害である。20代30代の女性に検診をしてもらうということは必ずしもいいことではないんですね。誤診が出るんですね。つまりがんでないのにがんという診断を出されて手術を受けている例もあり得るということなんです。実は医療行為というのはすべからくそうで、すべてやればいいというわけではないわけです。検診もどういう検診がよろしいか、それなりの支えるエビデンスというのがあるんですね。これはちょっと省略いたしますが、後で見ていただければいいのですが、基本的にがん検診には利益と不利益があるんです。ここに不利益は書きました。実は今回のキャンペーンではなかなか見えない、普通は見えない不利益が起こりました。つまり医療資源が浪費されるということなんですね。日本中の検診施設に若い女性が乳がんが怖いと言って殺到しちゃったんですね。その対応で医療者が大変に困ってしまったのであります。そして不要な手術もあるということだし、から検診でプラスになっても実はがんでないと、その不安ということも実は不利益なんです。で現時点で、エビデンスに裏付けられた検診というのは、こんなところが日本では行われています。子宮頸がん、乳がんのマンモグラフィー、40歳以上です、40歳以上です。それから大腸がんの検診、これはすべて有効である、意味があることがエビデンスとが出ているわけですね。ですからこれは国が対策として勧奨、つまり進めているわけです。市川平三郎先生という先生はがんセンターの総長だったんですが、こんなことを言いました。どうせ人間は死ななきゃいけないわけなんですが、100まで生きて、そしてきちんと高い QOL を保って、そして最後はがんで死んでいいのではないかということです。避けなければいけないのは若いうちのがんであって、年を取ればそれは避けられないところが、ある意味の死生観というところを述べられているんだと思います。さて放射線のことを5分から6分お話しリスクというのは我々生きている以上避けることができないんですね。環境の化学物質もまさにそうです。それは利益と不利益のバランスで我々は使っているところがあるわけです。リスクはゼロにできません。ですから化学物質の場合は100万分の1の発がん確率を許容して我々は使っています。そして他のリスクも踏まえて、肥満というのは大きなリスクだと言いました。がんが1点何倍になるわけですよ。そのような他のリスクも踏まえてること、そしてその他のリスクも踏まえた正しい行動をしないといけないわけですが、これが大変難しいわけですね。それを可能ならしめるためには適切なコミュニケーションがないといけない。これが今回の原発事故では全くできなかった。それが住民に無用な不安を引き起こしてしまったというふうに思います。ベクレル、グレイ、シーベルト、全部人です。これそういう単位がもう頭の上を取り過ぎていきます。でベクレルっていうのは放射能ですね、強さです、放射線を出す強さ。シーベルトが人体影響だと思ってください。実は日常生活の中でたくさんの我々被曝をしているわけです。ニューヨーク往復しますと 0.2 ミリシーベルトを受けると、それから、CT を受けると 6点何ミリシーベルトを受けるんですね。で現在、環境あるいは食事から来る被曝は1ミリに抑えよう、1ミリシーベルトに抑えようというのは現在の規制で非常に厳しい規制が今敷かれています。それから100ミリシーベルトというのは今一つの基準になっていますが、実は医療でもそれなりの被曝はあるということ。福島市に現在いまして、すっぱだかで1年中おりますと被曝量はだいたい5ミリシーベルトぐらいなんです。1年間ですよ、5ミリシーベルト、一発の CT とだいたい同じであるということをご理解
ください。で最近ようやくですね、あの被曝量推定結果、それから実際のホールボディカウンターといってどれぐらい放射線があるかっていうものが、研究機関から出てまいりました。福島県のホームページを見ると、浪江とかそれから山木屋ですね、大変被曝量が多かった住民の行動調査の結果が出てきまして、おそらく7、8ミリシーベルト以下であろうということが分かりました。それからなぜがん放射線ががんを引き起こすかというのは、あの DNA に傷をつけるからなんですけども、それは修復機能というのはございます。そしてまた人間は日常とっている食品、例えばバナナなどには自然の放射性が放射能がございます。で現在の食品に対する基準は非常に厳しい基準で現在監視されているという状況でございます。で現在新たな被曝は大きな被曝はないと考えられています。それから学術雑誌にも内部被曝に関するデータが初めて出てまいりました。思った以上に低いデータであり、しかもどんどん大人も子どもも実はそれほど大きな放射能はもうない、体の中にはないということ、それから確実に下がっているということも分かってきました。下がらない方が時々いらっしゃいます。よく聞くと、イノシシ食べてたとかですね、それからキノコ食べてる、アンポガキ食べてたと、自家製のですね、それいうような、つまり自家製のものを食べるかということは十分注意しないといけないけれども、マーケットに流通しているようなものに関してはもう心配はないだろうというふうに現在は考えられています。でなぜ放射線が難しいかというと、現在の急性の障害はもうございません。問題はがんなんですね。後発的な影響です。で現在この後発的な影響に関しては100から200ミリシーベルト以上は 原発のデータからある程度のリスクがあることは分かっています。こっからしたらよう分からんのですね。データがありません。また他の影響が大きいものですから識別できないんですね。今後福島県の住民を追っかけたとしても被曝量がよく分かりませんから、多分きれいな推定はできないだろうと統計学の立場からは思っております。それじゃあ何が大事かというと、結局健康増進、がんを予防するという日常的な行動の方がはるかに大事だと私は思っています。つまり福島県住民の繰り返しになりますが、長期リスクで発がんのことはよくわからないということです。むしろ運動不足であるとかストレスだとか栄養の問題、その発がんの方が問題だと考えられるわけです。そして国立がんセンターの先ほどの実は追跡データ、コホートデータから分かっていることは、放射線の100、200ミリシーベルトというのがよく数値に出てまいりますが、発がんは 1.5 倍から 1.1 倍ぐらいなんですね。それと比べると、例えば肥満とか運動不足の方が実は大きいんですね、発がんのリスクというのは。タバコに至っては論外であります。という相対的なリスクを考えて、福島県では健康増進に力を入れていくべきだろうと、個人的には考えております。チェルノブイリでもそうだったんですが、最大の問題はメンタルストレスです。チェルノブイリもそうだったんです。結局人間は無意識的に感情と直感で危険を逃げようとします。それは教えられたから治るというものではないんですね。そしてよく言われる安全と安心というのは実は異なる次元でありまして、論理的にデータを示せば安全ということはわかるけど、決して安心してくれない。いわゆる腑に落ちるということはないんですね。両面からのコミュニケーション、こまめなコミュニケーションというのは本当は必要であり、今後も特に妊婦の方等々を含めて、あるいは若い女性、コミュニケーションが必要だろうと思っています。福島で生きるためにということを、福島医大の宮崎先生に講義してもらいました。これはもう1年前のことでありますが、当時でもう放射性物質の飛散はないし、それから長袖長ズボンもいらないということを1年前からおっしゃっておられました。それで大事なことは、先ほど申し上げたような、例えばまだあのキノコ類は危険です。キノコ類を食べることはいけないのですが、無用な内部被曝を避けて、そして体内放射能量を定期的に測っていくということ、これで皆さん方の安全が保たれるというふうに思われます。そして医療者として、我々としては、正しい知識による、先ほどの怖がり方、有事が言いましたけど怖がり方ですね、不安ではなくてですね、正しく怖がるというようなことが必要なんだろうと思います。さて、ちょっと時間が延びてしまいましたが、口切りというか皮切りに、疫学という立場からがんの予防というちょっと広い立場からお話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。